環境影響調査の実施に同意をしていただいて、しっかり国土交通省と協議をしながら県としての方向性を見出すように、強く要請するような。フル規格を含む5つの方式に対応する環境アセスメントを提案している国土交通省は、拒否する県に対し今月末までに再検討を求めています。これについて自民党県連は今日、山口知事に対し、同意しなければ幅広く議論する機会が失われると同意を求める要請書を提出しました。一方、現在開会中の県議会でも一貫して拒否する考えを示している山口知事は、佐賀県と佐賀県民の今と将来をひたすら考えて対応していきたいと思います。また県議会の自民党会派も、開会中の議会で県に対し5つの方式の環境アセスの再検討を含めて国交省と積極的に協議するよう求める決議案を提出する方針です。しかし会派内でも環境アセスの同意については賛否が分かれているため、今月中の同意を直接的に求める表現にしないよう決議案の文言を調整しています。